どうも長見大です。刀慎一郎です。今回は2000年公開のアメリカ映画賛否両論のラストが有名のペイフォワードについてなんですけど、俺はこれタイトルしか知らないけど賛否両論系なんだ。そうなんですよ。で今回はその辺に関する僕の感想を語りたいんですけど、まずこの作品のざっくりとしたあらすじから。11歳の少年が学校の社会科の課題、世界を変える方法を考え実行してみようを自分なりに解釈し行った結果、奇跡が起きるみたいな話なんですよね。要は感動系のヒューマンドラマなんだ。そうなんですよね。で主人公は世界をどう変えるのかという課題に対し、作品のタイトルでもあるペイフォワードというシステムを考案します。それは施しを受けた人間がそれを3人の他の人に渡せば幸せの連鎖が起きるって感じなんですよね。ちょっとネズミ講みたいだけどめちゃくちゃいいアイデアですね。ぶっちゃけ普通の大人ならそういう感想が最初に出ると僕も思います。まるで1億円稼ぎだけは日本人全員から1円もらえばいいみたいなノリというか、正直ちょっと極端な理想論って感じがするじゃないですか。はいはいはい。で今作の面白いのはちゃんとそういう目線で作られてまして、これを発表した時にはクラスメイトからユートピアかよって笑われちゃいますし、実際にやってみても全然うまくいかないんですよね。へー。でそんな中でなぜそもそも主人公がこんなアイデアを思いついたのかが徐々に紐解かれていくんですが、ここが個人的にくっそかったんですよ。主人公の少年はなんでこんなことやろうと思ったの？酒癖の悪い父親は酔っては母親を殴り出て行ってしまい、そしてまたその母親も重度のアル中という、お世辞にもいい家庭環境とは呼べない主人公には、漠然と世界を変えるというよりも今どうしても変えなければならない世界が目の前に広がってるからなんですよね。ほうほう。先生にとっては思考力を育てる教育の一環程度でしか考えてなかったんでしょうけど、逼迫した現実が目の前に存在する主人公はそれを真面目に考えざるを得ない状況だったんですよ。で主人公の幸せな願いを育んだ土壌は実は酒の匂いと裏切りと暴力と土星が飛び交う劣悪な環境やったんですが、今作の肝はまさにここに詰まってると個人的には思うんですよね。そういうこと。つまりこれ絵空ごとのような理想論をメインテーマにしている今作はそれを嘘くさくなく描くことに注意を払ってる作品になってるって感じなんですよ。うんうん。綺麗すぎる願いは劣悪な環境でこそ生まれるといった部分、まさに伝説のラッパ2パックの詩集のタイトル、コンクリートに咲いたバラ的なノリな上に、そんな他人の善意という軟弱すぎる地盤の上に築いた純粋な願いなんか実現するわけがないだろうって感じなんですよね。おお、綺麗すぎるからこそシビアな要素を足して嘘っぽい感じを消してるんですね。そうなんやって。普通の面白そうですね。んで目の前にどうしても変えたい世界があったという、まるで宮部みゆきさんのブレイブストーリーのような少年の夢は、主人公の母親と最初ちらっと話した先生のドラマ、過去の確執を通し、誰も理想の自分には簡単になれない、理論上の綺麗事だけを指針に人生は渡れない、そして染みついた習慣固定概念を覆すことの困難さを、つまりは現実の厳しさをねっとり書き出した後に、それでも諦めなかった主人公の精神に応えてくれるかのように徐々に周囲に影響を与え始め、最終的にはテレビの取材が来てくれるレベルのムーブメントにまで発展します。これはめっちゃいい話じゃん。そうなんすよ。てかなんでこれで賛否両論のラストになるの？じゃあここでネタバレしちゃうんで、嫌だという方はブラウザバック願いたいです。じゃあいきますよ。ペイフォワード計画に対し正直自分でも信じきれないところがあった主人公なんですが、目に見える家庭環境の良化やテレビの取材といった結果のおかげで自分の考えに自信をつけるんですよね。はい。でこのペイフォワード計画の勢いをさらに加速させようと、今までビビって割って入れなかった同級生のいじめ問題に意気揚々と首を突っ込むんですよね。でそこで相手が出したナイフが勢い余ってお腹に刺され死んでしまうんですよ。主人公死ぬの？そうなんですよ。でその死亡した事実は主人公のペイフォワード計画の取材の映像とともにテレビの電波に乗り一気に拡散されて、ラストでは主人公の家に主人公の思想行動に感銘を受けた大量の人々が集まり、庭にお花を備えていくってシーンで終わっていくんですよ。うんうん。でこのラストに批判が集まった理由としまして、あくまでこれは個人的な推察ですが、主人公が死ぬ気配を一切させていなかった、つまり唐突すぎたことと自己規制的な死であまりにも主人公を神格化させすぎたことにより、せっかくいい物語だったのに無理に感動ポルノにしなくてもって感じだと思うんですよね。あーなんか言いたいことはわかるぞ。なんとなくどんな雰囲気のラストか想像つきましたね。ぶっちゃけ僕もちょっと殺すんかよってのは思いましたもん。でもこれ個人的には納得する終わり方でもあったんですよね。はいはいはい。要は僕的には全然ありなオチですし、綺麗に終わったと思ってたんですよ。なんでなん？だって今作ってあまりにもお花畑的な理想論がテーマの上に、それに対しちゃんとそういう冷静な目線が入ってる映画なんですよ。はいはい。これが完全無欠のハッピーエンドだと、最後の最後で結局
嘘臭くなっちゃいませんか。あーほうほうほう。せっかくその嘘臭さに何度もファブリーズかけて念入りに召集してきた作品なんで、ラストで主人公が死んでしまうくらいの方がむしろ創作物としてはバランス取れとると僕個人的には思うんですけどね。殺す以外の選択肢もあっただろうと言われてしまえばそれまでなんですが、僕は全然ありでしたね。あ、なるほどね。ハッピーエンドすぎるとせっかく消した嘘臭さが復活しちゃうってことね。そう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 。まあ俺は正直ハッピーエンドでいいですけどね、映画なんで。まあ確かにそれも一理あると思いますよ。でも僕は最後の喧嘩に訪れた三列車の集団から人間の価値が現れるのは死んだ時みたいな言葉が頭に浮かびましたし、もう二度と主人公のような子を生み出さないためにもペイフォワードの精神は広まるべきだってのも素直に思いましたしね。さらにハーバード大学の政治学者エリカ・チェノベスって人の研究で、たった 3.5% の人々が非暴力的な手段で本気で立ち上がると社会が大きく変わるとかいう話も思い出しまして、普通に感動して泣いてましたからね。毎度のことながら本当いろいろ考えながら見てるんですね。映画の感想でハーバード大学とか知らねえよって言いたくなるんだけどね。んじゃあついでに最後にもう一個いいですか。まだ何かあんの。個人的に一番好きだった場面について話したいんですけど、まず主人公が最初に施しを与えてペイフォワード計画の第1号にしたホームレスの男のキャラがいるんですが、そいつは麻薬中毒者という側面を持ってまして、結局またホームレスに戻ってしまうんですよね。はいはい。つまりペイフォワード計画の失敗第1号でもあるんですが、こいつが麻薬を求めて街をさまよい歩いてる時に橋から飛び降り自殺をかまそうとする女性と遭遇する場面があるんですよ。うんうん。で急に我に返ったかのように必死に自殺をやめるよう説得を始めるんですよね。はい。その時にこいつが言う一言がマジでやばいんですが、それは自殺をやめて一緒にコーヒーを飲もう、どうかお願いです、俺を救うためにってやつなんですよ。ほうほう。要はこれペイフォワードと人間心理の本質に触れているくだりなんですが、誰かを救うことで一番救われるのは自分ってことだと思うんですよ。はあ。やもんでこの作品の全てってこのセリフに集約されてると僕は思ってるんですけど、個人的にはこの事実にいつ気づけるかによって人生の豊かさが大きく変わってくると思いますってところで、じゃあお疲れっす。夜の隣、月が笑う暗闇を押しのけて星を洗う、乾いた瞳今胃の中の皮が青くてな、夢の帳。